まあ、あやはやたちも言ってるんですけど、食べ比べたら初めてだよね。うん、で今食べたのはどれか分かったら指を指してください、うん、いきます、せーの、はい、これでも一応砂糖が入ってます。研究者のあやです。はやです。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。今日は2人にあるものを食べてもらおうと思います。何？はい、今日食べるのはハヤとママの好きなものです。何？さあ、何のお菓子が好き？チョコレート。はい、その通りになります。今日はいろいろなチョコレートを食べたいと思います。はい、はい、ただ一つ質問があります。チョコレートとは何からできてますか？カカオ。お、よく知ってたね。カカオ。そうそう。カカオっていう豆っぽいのからできてます。それを前提に覚えておいてくださいね。今回やりたいのは、よいしょ。カカオっていうのは入っている量によって味が変わります。これどっかで見た。で、バーバのお部屋になってきてね。はい、バーバよく食べます。で、こっち側多分あやはやがよく食べる種類になるんですけど、今回用意したのはもっと同じ種類で集めようと思ったんだけど売ってなくて、こちらカカオ 28% のチョコレートになります。はい、次はカカオ 51% のミルクが入ったチョコレートになります。これ美味しそう。美味しそうやろ。次、こちらはカカオ 70%、 はい、入ったチョコレートになります。はい、こちらはカカオ 95% 入ったチョコレートになります。はい、ちなみに昔カカオ 99% のチョコレートがあったの。うん、あれママ食べたことあるんだけど苦い。さあどうだったでしょうか。さあ、こちらを2人に食べて感想を言ってもらいたいと思います。はい、レッツトライ。じゃあ食べていきたいと思うんですけど、はい、やっぱ一番最初は食べ慣れた味から食べたいよね。うん、ということでこちらからた、もうカノさん分かった分かった、あなたも食べたいのね。あいか。はい、まず最初こちらから食べます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。うわー、いい匂い。はい、じゃあいただきます。おいしい。うん、安定の美味しさだね。うん、うん、うまうま。次に食べますのはこちら 51% のやつになります。だんだん顔近づけとったよ。見て、知ってた。すごい高級感がある。どうなる？せーの、いただきます。苦いけど美味しい。うん、なんか苦いかも。さっき甘いの食べたからちょっともう苦いね。え、苦くない。うん、あやはまだ苦くないらしい。まあ、あやはやたちも言ってるんですけど、食べ比べたら初めてだよね。じゃあ最初のやつ食べたい今。はい、じゃあ次。あ、やば。 70% のになります。 70%。 だ。ちなみに一番最初のやつが 28% だったから28%、もう倍以上になります。開けますね。やばいな。ほら、わかる。ほんといろんな柄がある。柄っていうかね、ほら食べやすい大きさ、縦長のほら大きいの食べたいとかちっちゃいの食べたいのとかで割れやすいのこれ。縦長。せーの、いただきます。あ、ちょっと苦い。苦っ。苦っ。苦っ。あかん。ちょっと苦っ。ええー、これ最後でめちゃくちゃ苦いんよ。あ、もうリタイアしたい。うん、ちょっと、やらわかいやつ。これで、70%です、カカオ。ねえ、ぽい、おかか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 か
かかおかかおかかおいここまでで分かりましたね。うん、もう苦すぎる。ということは、もうあやはすでに言っているように、カカオの含有量、中に入っている量が多ければ多いほど苦い。はい、苦いです。 95% これパパ食べてもらいたい。いやいや、これパパほらカノさんがまんま言ってます。はい、どっちがどっちが、うん、あ、こっちが、こっちが今ね、うん、で、なんか色が違うと、うん、ね、ちょっと濃いよね、うん、どんどん濃くなっていく、うん、聞くが最初は、ね、はい、じゃあどうぞ、はい、一口でいいよね、本当に、うん、一口でたバクって食べてよ。えぇ、ー、無理いくよ、一口でパッて食べてよ。無理やって、吐くよ。吐かへん、チョコレートです、うん、チョコレート、うん、チョコレート、はい、いきます、せーの、いただきます。あかん。あかん、95%はとんでもなく苦いってことが分かりました。はい。じゃあこれは何パーでしょう。あ、分かった。まだ目は食べてからよ。え、分からへん。あ、もう言っていい、食べダメダメ、食べてから。色で分かった、食べてから、はい、いきますよ、はい、肘つかない、いくよ、せーの、あ、分かった、あ、ちょっと2回、あ、分かった、あ、忘れた、あ、わねえ、あの、何パーか分からへんね、何色の箱とか言っていい。今食べたのはどれか分かったら指を指してください。いきます、せーの、本当、うん、じゃあこっちにする、あ、グジャブ、あ、苦っ、はい、答えは正解です。今回改めて分かったのは、チョコレートに含まれるカカオが多ければ多いほど苦くなるっていうことが分かりました。はい、これあげようか。やない、ありがとうね、ありがとうね、一緒に半分ずくしようね、まだ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 、これはいらん、いらん。まあね、ママもね、99% 食べたことあるんだけど、これね、チョコレート効果って書いてあるけど、チョコレートじゃないよね、カカオだよね、うん、って、はい、これでも一応砂糖が入ってます。これほんと、はい、砂糖の砂糖めちゃくちゃ苦いんやと思う。ねえ、だ多分砂糖がほとんど入ってないんだと思います。もうカカオ、カカオマスっていう豆はすごいね、うん、皆さんはチョコレートが好きですか？僕は好きです。これ食べたことありますか？あるかな？僕は嫌い。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくね、よろしくね、バイバーイ。半分ずつして、ねね、最後まで見てくれてありがとうございました。いいよ、いいよ、ありがとうございました。ちょっと待って、この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画もいっぱいあるので見てね、見てね。